はい、ということで皆さんおはようございます。こんにちは、ほうです。今回はね、オペレーションロッカーでコンクエスト遊んでいきたいなと思います。武器は新しく手に入れた、この AS バルかな、アスバルを使っていきたいと思います。まあ、かなり負けてるんで、すがよろしくお願いいたします。ちなみに、撮影するのはね、これテイク3ぐらいですね。録画の失敗でね、まあ、こうなっちゃいました。残念なことにね。まあできるかな。やばいやばい、危ない危ない。後ろにいる。オッケーオッケー。でとにかくアイアンサイトが見やすいですよね。やばい、マジでやばい。あー、やられた。アイアンサイトがね、ちゃんとコーティングされてるんで、非常に見やすいですよね。蛍光塗料でね、ちゃんとね、コーティングされてるんで、見やすくていいですね。よし、オッケー。で、これ残念なとこがね、あるんですよね。公平でしか使えないっていう、本当にそれが残念。バトルフィールド3の時はね、全兵科共通武器として使えたんですけど、今回だけは公平のみでしか使えませんね。前作のようにね、偵察兵で使ったりとかいうのはできないんで、本当に残念ですよね、そこだけが。よし、オッケー。あそこにいたな。あぶねえ。あー、無理か、残念。ヘッドショットできてもよかったんじゃねえ、あれは。うん。いやー、今回は取れてることを祈ろう。もう3回もね、同じことを喋りたくないっていうね。やだわ、それは。うわー、もう負けそう、やばいな。もうちょっと戦いたかったな、さすがに。まあ、アスバルの威力が分かったかな。結構使いやすいっていう報告ですね。ただそれだけです。うわー、危ねえ。危ない危ない。公平でしか使えないっていうのは本当に残念ですよね。 PTW も全兵が共通武器にしてくれると嬉しいんですけど。そこにいたの。 OKOK。 おお、味方ナイス、ブラボー取ってるな。いいぞ味方。 OK、 やったぜ。よし、じゃあブラボー援護しに行きましょうかね。うわー、マジかよ。あれはもうヘッドショットとして判定してほしかったな。マジか。近くにいるな。オッケーオッケー。思ってる以上にね、結構反動がでかいんで、もうこれの武器は指切りは必須ですね。めっちゃ下打ちしてくるな、あいつ。やめてほしいわ。よし、オッケー、行こうか。さあ、どうしようかな。下から行きましょうかね。ちょっぴ、あ、いたね。少し怖いんですけど、大丈夫かな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。うん、ちょっと残念ですね。
まあでもね、アスバルがかなり強いっていうことが分かったんで、よかったです。ぜひね、皆さんも解除して使ってみてください。めちゃめちゃ強いです。じゃあ、バイバーイ。